いや、ソジュンさんが、ね、あ、これラフォールこんなかっこいいバージョンあるんだと思って、うん、あれおはようございます。ひっそり書いておきましたんで、おはようございますだって。おはようございます。ちょっとね、業界人っぽく。おはようございます。おはようございます。すいません、はい、遅くなりました。まあ、どうしようかと思いました。はい、笑っていいともっぽくなった。どうもどうも。どうもどうも。髪伸びた。すいません。うん。やりました。ね、間に合ってないけどね。間に合ってないけど、こういうね、はい。あれですか、まさみさんの。そう。VTR、 VTR、うん、はい、でそうだね、じゃあ、ね、そうか、そうか、はい、そうだよね、そういう意味ではやっぱりルーツミュージックを、うん、そうそうっていうことで重なる部分が、やっぱこういうレイさんみたいな人がすごく喜んだり、そう、なんかすごくね、新鮮だったわけ、いつも歌っているのがビート刻んでああいう風に歌えるっていう面白さみたいなのが、うんうんうん、あれ歌ってすごく気づけたっていうか、うん、そう、楽しかった。はい、じゃあ、はい、お願いします。次の質問ですね。はい、まさみさんの DJ にラテンハウスを取り入れた理由を教えてください。80年代後半に、まあ、ニューヨークとかシカゴから出てきたハウスミュージックに影響を受けて、まあ、どっぷりそこからハウスを DJ していくんですけど、90年代半ば前くらいにその、まあ、自分自身でハウスにちょっと行き詰まった時期がありまして、ハウスが影響を受けたというか、ハウスが元になハウスの元になってる楽曲というものを掘り下げてみたくなりまして、70年代のフュージョン、ジャズファンク、あとディスコなど、ロックなど、をもうすごい勢いで掘り下げましてですね、でなんか車でアメリカ一周してレコードを買ったりとか、まあ、そんなことをやって、こうルーツ、その自分の好きなダンスミュージックのルーツを探る時代だったんですね、僕にとって。90年代半ばまでは、半ば過ぎからっていうのは。でそれでまあシフトチェンジして、割とダンスクラシックスメインで、DJ ハウスからそっちの DJ に変わって、それでまあまあ新譜も同時進行ではレコードは買っていたので、その時に買った中にですね、セルジオ・メンデスの有名な曲で「バチカーダ」という曲があって、ボサノバというかサンバというか、でその曲のハウスミックスがをたまたま手に入れて、でそれを聞いた時に、こうなんてラテンでハウスで、そして、聞きやすく踊りやすい、こうこれは今まで ありそうでなかったジャンルだなと感じて、で他にもないのかってちょっと、まあ、掘ったところ、レコード屋さんとかにも相談したところ、たくさんすごく素敵な曲があって、でダンクラをちょっとやめまして、ラテンハウスのレコードを買い漁り始めたのが、まあ、取り入れたきっかけですね。なんかその探ってたルーツになる、その70年代とか80年代の曲に変わる、その新しい、僕自身にとっては新しくてかっこいい音楽が出てきたなという感じで DJ をちょっとシフトチェンジしたのが取り入れたいきさつです。80、なるほど、ね、すごい、まさみさんの後ろの壁一面にすごいたくさんのレコード、ね、レコード、あれ超気になりますよね。超気になる、どのぐらい、もっとこう奥にいっぱいあるのかな、ね、下にも。どうなんだろう。そう、全部。でも多分 DJ の人が見たら普通だよね。いやいや、普通なんだけど、でもなんかすごいなって。私は持ってないけどね。そう、すごいなって。すごいですね。やっぱりね。どうでした？今
やっと一個聞けたでしょ。ね、どうだったの？いやなんかバッカーダって出てきたと思って、なんか。もともと私もブラジルの、そうだよね、ブラジルモノの、バンドをやってたんで、あ、バッカーダの確かにあのハウスになってるバージョンっていくつか聞いたことあるなと思って、あ、いろいろあるんだ、どうなんだろう、え、いくつか聞いたんでしょ、でもそうだよね、ような気がして、なんかハウスなのか、まあ、ハウスまで行かないけどなんかこうブレイクビーツみたいな感じのアレンジなのかとか、なんかいろいろ聞いたような気がするんですけど、まああれはちょっとね、もう名曲中の名曲だもんね、ね、なるほど、なんかね、あの、なんて言うんでしたっけ、笛ね、ホイッスル、ホイッスル、サンバホイッスル、そう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 、あれとかも入ってたりとかね、盛り上がりますね、やっぱあれってもうなんか理屈じゃなく、ちょっとみんな盛り上がっちゃうね。やっぱラテンはそうだよね。ラテンはまあ結構その違うことなんだよね。騒がいや、そういう私たちは全然さ、俺とか新種だけどさ、なんていうかこう騒ぐよね。騒ぐ。違う、騒がない。違う。なんかね、そうなるよね。なりますなります。不思議よね。なんでしょうね。ね、行くこともないのに、こういうサンバとか。なんかでもあのね。サンバとか、なんていうの、ボッサとかだとちょっとあんまり近いなと思わないんだけど、なんかあのサルサとかそのあなんていうの、フラメンコとかなんかああいうあっち系はちょっとなんか日本にも通ずるようななんかあちょっと和洋わびさびみたいな、そうそう、歌謡センスみたいなのがあるようなね気が、あ、音楽としてかますよね。そうそうそう、なんかリズムは全然違うんだけど、なんかちょっとあれとかもなんだっけ、福島じゃない、なんだっけ、松山じゃなくて徳島のあの阿波踊りのなんかリズムとちょっとなんかブラジルもののなんかこう、全然ブラジルは裏から入ってるし全然違うんだけど、なんかちょっと近いっていうか、昨日発表されたあのペプシの新しい CM すごいですね。石川さゆりがそうらの寿司、え、あ、そうなの、もう映像がほとんどマットマックス、あ、そうなんだ、後で見てください、なるほど、込みなんだけど、誰だっけ、ちょっと今同棲しちゃった、ボーカルが石川さゆり、今ちょっと今その阿波踊りの話からソーラン節を思い出して、最近 CM もすごいよね、なんか音楽とか凝ってるな、おしゃれだなっていうのが結構多い気がします。すいません、今話しようかいえいえ、はい、なるほどです、なるほどですね、はい、はい、じゃあ最後のね、質問を、私から、送らばせながら、若い世代の DJ の方に牧野さんから一言お願いしたいと思います。20代30代の若い DJ と一緒にやらせてもらってるんですけども、すごくみんないい感覚持ってて DJ も上手で、でまあ僕の周りにいる子たちなので、まあテクノや EDM が好きな子よりはダンクラやソウルが好きな子、まあ一番身近なサポートしてくれてる DJ もラテンハウスが好きだったりエレクトロスイングが好きだったり、まあそういう、まあもちろんコミュニティなので仲間がいるんですけども、彼らがやっぱりその昔の曲だろうが新しい曲だろうが、それはもう全然問題にする部分ではないと思ってるんですね。で、古い曲かけようが新しい曲かけようが、要はもうすぐ2020年代になるこの時代に、その今の時代に新しくかっこいいことをどうやってできるか、古い曲をかけるにしても今風にやるにはどうしたらいいか、で、まあデジタルの時代でアナログ、まあデジタルの時代な割にアナログが
また再熱してきたりとか、すごく複雑な時代なんですけど、あの何をやってもいいと思うんですけど、要するに今の時代にかっこいい、新しくてかっこいいと思えることがをやってほしいですね、若い世代に。でその若い世代の子たちなり の, その俺たちおっさんのただの真似ではなく、自分たちの世代の新しいカルチャーをまあやってほしい。でその彼らが作るムーブメントカルチャーに少しでも僕がやってきたことが影響を受けてくれて、それがあのの次世代につながって、クラブがずっと楽しくてもいい、楽しくて面白くてかっこいい場所であってほしいというのが、まあ、あの願いであり、若い世代の DJ に伝えたいなと思うことです。素敵だった、染みますよ、染みる、染みる、卒業式かなと思って、そうそう卒業、卒業じゃん、ありがたいお言葉を、卒業しないで、卒業今8月なんで入学したっていう日程でそうだね、いやそうなんだね、なんかやっぱもうベテランもベテランっていうかね、うん、キャリアが素晴らしすぎるので、なんかね、なんかこの、うん、ずっと自分がこういろんなムーブメントをこう見てきて、うん、今のその答えっていうのが素晴らしいなって思います、ね、思います、思います、うん、ねね、私たちもね、たくさんその恩恵を、恩恵を受けて、ね、楽しませてもらったので、その一部を見させていただき、でもそれがつながってね、こう私たちが今で左する部分もあるから、枝分かれしていって、そうそうそう、はい、ね、今日は牧野さん、DJ 牧野雅美さんの、インタビューを聞いていただいたんですけど、視聴者の皆さんも結構、食いつきながら見て いただけたんじゃないかなと思います、はい、でこの後はさらに、DJ プレイをね、はい、お送りしたいと思います、はい、雅美さんありがとうございました、雅美さん本当にありがとうございました、楽しかったです、はい、ね、はい、ではではそのまさみさんのね、お弟子さんって言ってもいいんですか、そうそう、ね、いいのかな、うん、ね、お弟子さんでもありますケント大家の DJ プレイお楽しみいただけたらと思います、どうぞ。
La musique m'appelle et me donne des ailes.